はい、ここでですね、皆さん誕生日をお祝いしていきたいと思います。今日誕生日すっごい量来てんのな。よし、いくぞ。はい、はい、いきますよ。イクエの、あ、3月14日イクエのおばさん、島田綾子さんですね。はい、そして3月14日、平塚のタッツリサのお父さん。はい、そして3月16日メグポン、そして3月20日、カナハサウェイのおじいちゃんミッチー3月24、バダオの花束の母、ノブコさん、そして3月25ミーさんの妹のマイコさんと、3月28日ミーさんの甥のヨシキくん、そして3月26サクランの息子のチヒロくん、3月26、美佐子のおばあちゃんですね、もみじ&これなんて読むんだ、佐子、ちょっとこれちょっと今調べます。3月27日喫水のスカッコ、そして3月28日ちさっと、あ、3月28日小野寺家の長女ゆきちゃん、はいはい、ゆきちゃん、3月29日、シャラーのお母さんみほさん、はい、あ、サラーですね、ごめんなさい、サラー、3月29日ようちゃんです。はい、そして3月29日じゅんこの妹なんなん、はい、かっこなおみって書いてある。3月30日あっちゃんのパパひでおさん、3月30日しまえなが、しまえながの義理の兄しまあねパパ、はい、しまってください、はい、あってね、3月、はいはい、3月30日はるか、そして3月30日あんバターの父てるおさん、3月30日まめこの、え、栄ばあちゃんだって、はい、そして3月30日さあちゃんのお母様としこさん、4月4日さあちゃんのいとこのしおみ、あ、病気で入院してるのでお祝いしてもらえたら嬉しいですと、ぜひ お大事になさってください。しおみさんの方かな、はい、次3月31日サウリスのお母様タケコさん、3月31日むっちゃんちレベル6、あ、60、そういうことだね60歳ってことですかね。4月2日みさこ、4月2日タカの弟のじゅんじくん、4月2日、黒猫のおばのみよこ、あ、かよこさんですね、はい、かよこさん、4月2日ミミ、そして4月7日ミミのお父様ですね、そして4月3日しーちゃんのお兄ちゃんまこっちゃん、4月5日しょうこの弟のひろしくん、てか気づいて4月入ってんだねこれ今、いいか、4月5日チョコマルのお姉ちゃんしーちゃん、はい、あ、4月5日みさきの娘くるみちゃん、4月6日すいの娘レイチェル、4月6日伊豆のモニカの娘さんマリノちゃん、はい、あ、マリノ18歳になります、そうだね、マリノちゃんだよね、うん、4月10日あっちゃんママの旦那様こうちゃん、4月10日ミネの甥っ子のたくみくん、そして、4月12日ミネ、そして4月11日タマリンドの娘のカンナーちゃん、4月12日ユキプーの姪っ子の、マナちゃん、そして4月13日エミリンリン、
4月15日ゆびこのパパふみくん、そして4月19日4月19日と25日すーちゃんとやす、はい、どっちがどっちなのかはごめんなさい書いていないのであれですが、はい、ありがとうございます。4月22日ラジオメリー、4月26日さくら、そして4月27日秋んのきほちゃん、どういう関係きほちゃんと秋は。はずだった、あ、下の娘さんね、はい、秋の、娘さんのきほちゃん、はい、ありがとうございます。たえこさんですね、さっきの3月26日もみじとたえこさん、みさこおばあちゃんの、あ、もみじとたえこさんのおばあちゃんのまんかな、みさこさん、はい、おめでとうございます。多いね今日ね、やっぱまあ最終回ですからね、行きましょうか。Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. 4月入っちゃったね。Happy birthday to you. おめでとうございます。いやー、気づいたんだけどさ、やっぱりいい声だよね。いや今日ある番組のさ収録してきてね、本当にやっぱりこうね、こうスパイファミリー終わってもこうやって歌う日々が続いてるんですよ、ありがたいことに。やっぱこう歌うたんびにさ、なんか思うんだよ、いい声だなって何言ってんだお前はっていう、すいません失礼しました。はい、ということでね、誕生日がちょっと早めに終わったので皆さんのメール読んでいきます。ラジオネームウィンロイド最高、マックスでイコの時からずっと聞いてるたので、聞いていたので正直寂しすぎます。公開収録とか楽しかったな、収録で30分とかでもいいのでいつかまた戻ってきてください。ハヤトくんのラジオにゲストで来てほしいです。そうだよね、出たいね、ありがとうございます。次の方、ラジオネームナミ、この番組始まった当初ツイッターをしてなかった私は番組ブログを読みメールを送っていました。クルーの方との交流もなく大した情報も得られない中 SNS 苦手だなと思っていた私が一歩踏み出すきっかけになってくれたウィン君とウィニングパレード、一人で聞いてるだけの時間からみんなでツイッターでわちゃわちゃする時間になり本当に楽しかった。またみんなでどこかでそんな時間ありますように。いやー、やっぱすごいね、これでツイッター始めた人いるんだね、結構嬉しいね。イーロン・マスクも喜んでますよ、はい、ラジオネームひろみ、ウィン君スタッフの皆様2年間本当にお疲れ様でした。こんな楽しいラジオ番組は今まで経験がないので終わってしまうのやはり悲しいです。思い起こせば毎週プレゼンの商品を探すのが生活の一部になっていました。ダーツでポンは4回質問に答えてもらいましたし、折り紙でパラは来る全員悩まされましたね。誕生日のバースデーソングは本当に嬉しかった。空耳では、皆さんのチョイスに大笑いでした。またウィニングハートはとっても素敵な企画でした。早くミャンマーに届けたいですね。長くなってしまいましたが思い出がつきません。楽しい2年間本当にありがとうございました。これからウィンクの活躍を全力で応援していきます。また拝聴できる日が来ることを心待ちにしております。皆様お元気でお過ごしください。ありがとうございます。すみません、素敵なメッセージをね。はい、続いての方、ラジオネームユリ、ちょっと待ってくださいね、50、なるほどなるほど、 OKOK、 この残りの時間でいいんですよね、計算して。はい、ラジオネームゆり、今日なんかもうメッセージめっちゃ読んでるからすいませんね。いよいよ今日で最終回ですね。寂しくて寂しくて寂しくて涙が出ちゃう。ウィンクの生の声を毎週聞けることって本当にありがたいことだったと本当に感謝しています。ウィンクに初めてメールを読んでもらった時本当に本当に嬉しかった。自分の名前をウィンクに呼んでもらった時は心臓バクバクだったんだよ。元気出ない時、辛い出来事があって本当に立ち直らない時、ウィンクの優しい声を聞いて本当に元気出たんだよ。ウィンクから本当にパワーをもらったよ。毎週聞けるウィンクの声にどれだけ助けられたか、もう本当に感謝しかない。いや、こちらこそありがとうございます。本当に
続いての方、ラジオネームトミエウィニングハートを折るのも今日で最後だな、最後なんだと思って折ってたらなんだか泣けてきました。もう2年もミャンマーの平和を願いつつ折っているのに未だに変わらない状況に悔しい気持ちでいっぱいです。今までウィン君を通じて知ることができたミャンマーの情勢をこれからは自分から、知って何かできればと思っています。一日でも早くミャンマーの人たちが平穏な暮らしができることを心から願っています。ありがとうございます。ラジオネーム風船カズラ、マックス以降からウィニングパレードの長い間お疲れ様でした。ラジオで思い出す風景ってなんだろうって考えてみたら、私は折り紙でパラでした。ツイッターに上がってくるウィン君の折り紙と自分の出来上がりの違いに驚き笑いました。最後まで正解にたどり着かないままの折り紙でパラでしたが、本当に楽しかったです。クルーのみんなでワイワイしながら参加できたのも最高の思い出でした。いや、折り紙でパララジオでやるの面白いよね。ありがとうございます。皆さんたくさんの思い出をね、語ってもらったところで本当に本当にたくさんメールありがとうございましたね。ポストカードじゃない、メッセージカードも本当にありがとう。まだまだ後半あるよ。ウィニングパレード、時刻は11時になりました。森崎便がお送りしている FM ヨカマウィニングパレード、ここで僕の故郷ミャンマーのニュースを少し紹介したいと思います。このニュースはですね、 NHK ウェブニュースからです。軍が実権を握るミャンマーで、選挙管理委員会は28日国営放送を通じて民主派指導者のアウン・サン・スー・チー氏率いる政党、国民民主連盟 NLD が法律で定められた政党の再登録を行わなかったとして、政党の登録を取り消し29日付で解散させると発表しました。これについて NLD は29日声明を発表し、軍はこれまで法律違反していることから国を代表する資格はなく、軍の保護下にある選挙管理委員会に政党の解散させたり、発足させたりする権限はないと強く反発しました。そして NLD はこれまで人々の決定に基づいて公共の利益のみを遂行している、今後も政党は存在し続けるだろう、そして今後の活動を続ける意思を表明しました。はい、もうなんか無法地帯ってまさにこういうことですよね。っていうのをすごく感じました、このニュースを見て。何が正解で何が正解じゃないのか、みんななんか自分にとっての正解に向かってこう動いているっていう、いやー、ほんと一日もね、早く平和が訪れることを願ってるんですが、ウィニングハートっていう企画をですね、僕らこのラジオを始めて2年間、やりました。ウィニングパレードで、ごめんなさい、おととしの4月から始めまして、今日で 78,092 ハート集まりました。本当に本当にありがとうございます。ちょっとその中から何個か紹介させてください。行きましょう。ミャンマーに平和を、平和な日々を祈り、ピース。ウィニングパレードが終わってもミャンマーのことを思ってる。ああ嬉しいね、ありがとうございます。明るい未来図、セエバゼーレ、これミャンマー語で、あの、なんていうの、セエバゼ、まあ心配事とかなくなるようにっていう、こう安心できるようにみたいな感じですね。自由、平和の祈り、武器は捨てて、世界は家族。いいですね、ありがとうございます。子供たちに夢を、ありがとうございます。Make a better world、ウィン君が一日でも早く平和な故郷に帰れますように、平和な日々をミャンマーに、ありがとうございます。武器は不要、はい、ありがとうございます。はい、ということで皆さんのね、思い願いがこもったウィニングハート、ハートの形にですね、折り紙にして、こうミャンマーにいつかこれをね、僕が持っていける日を僕自身もこう願いながら、待ってる所存でございます。本当にたくさんたくさんウィニングハートありがとうございました。今日でね、あのウィニングハートの企画はもちろん終わりになるんですけれども、まずですね、この今までいただいたウィニングハートをですね、まあ、もちろん私がちょっと保管をしまして、いつになるかは分かりません。でも必ずミャンマーに持っていける日を、待っています。なのでなんかこう
ちょっと今向こうにいるね親族とかもちょっと話せたのは、なんか向こうの寺院とかに送るのもありなんじゃないかとか、多分一箇所にポンと送っちゃうともちろんなんかねすごい大量になってしまうんで、なんか各場所に送ったりとか、まあ、その送るルートとかもちゃんと届くのかとか、そういうのも含め、まだまだ考えてはいるんですが、大切に大切に皆さんの思いを、しっかりと受け渡したいと思います、なのでしばしお待ちください。ありがとうございます。本当に本当に皆さん2年間ね、ウィニングハート、そしてミャンマーを思い続けてくれてありがとうございます。ぜひこれはですねミャンマーのことだけじゃなくて全世界、僕らがこうやって日々普通に暮らしている中でもですね、いろんなことが起きています。僕自身もそうですが、なんかこうちょっとだけ少しだけ自分のこういつも行ってる半径何メートルか何キロかごめんなさい分かりませんが、その距離から一個先をこう覗き見するっていうのを、これからもぜひ、やっていただきたいなと思います。僕もねもちろん世界に向けてちょっとだけこう手とかもう情報いっぱい入るんで、手を伸ばすって言おうとしたんだけど、こう家で手伸ばしても情報は入ってこないなと思ったんで、ぜひニュースとかで、見てください。はい、皆さん本当にウィニングハートを応援していただきありがとうございました。それでは次の曲いきましょう。次の曲は森崎ウィンで My Place Your Place。 Baby Pleaseはい、やってまいりました。森崎君がお送りしている FM 横浜ウィンニングパレード、プレゼンテーマおすすめのコンビニの菓子パンですね。はい、じゃあ行きましょう、ラジオネーム清美、ローソンこだわりの焼きそばパン。焼きそばパンこだわりのって入ってるからね、これ結構ギュッて詰まってますね。焼きそばパン俺嫌いじゃねえんだよな、結構好きなんだよね。はい、行くよ。写真撮る撮る撮らない撮らない、撮りたい、どうしても撮れる、こだわりの焼き写真撮ったんだね、黙りました。いただきます。すごい、もう開けた瞬間もう焼きそばの匂いがすごい来る。いいね。うん、うん、うん、オーマイガー、あのねうまっ、これ普通の焼きそばとはちょっと違っててこだわってるのが分かります。すごくなんかかかってる青のりもすごく美味しい。うん、これうまいわ。次行きましょうか。あ、これ気になるな。ラジオネームイズリンオグマン、ローソンのミルクホイップデニッシュミルクホイップデニッシュとか、これもね私実はねちょいちょい買うんすよこれね。意外とね車で食べるとねちょっとパンのねこのこれがね落ちるんですよ。なんて言えばいいの、パンがちょっと剥がれるの、はい、でクズ、そう、何俺にクズっつってんの、おいクズみたいなパンクズ、ああそう落ちる、だからたまにこう落ちるけど掃除する。いただきます。うんうん、めっちゃ落ちるっしょ、うん、これだから車で食べない方がいい、みんな、これうまいわ、甘いこれうまいわ。はい、ありがとうございます。ラルネームトンちゃん、アリリコロッケパン、コロッケパンとか全然久しく食べてないな。では行ってみましょう。食べますよ。やばい時間がない。いただきます。あ、しっとり。素晴らしい。うん。
皆さんプレゼンありがとうございました。もうお腹いっぱいです。次の曲いきましょう。ロザリア&ラウアレハンドロで BESO。時刻は11時15分です。ここで FM 横浜ニュース&ウェザーです。担当は後藤さん、お願いします。ありがとうございます。担当は後藤さんでした。後藤さんありがとうございました。今まで今夜のスープパレード Just go with me Just go with me。 はい、やってもらう俺さ、うわ半分ぐらいなってんだよスープ危ない。ありがとうございます。はい、そうです、皆さん大正解です。韓国のリーズ、俺が多分ねこのウィンパレで一番飲んだスープじゃないですかこれ、うん、もう 81% もうありがとうございます。皆さんアンケートね、はい、そうです。これはやっぱね、やっぱもう帰ってきた感なんだよな。なんかこれ好きなんだよね。これはその F 横でしか飲めないやつですか。そうっつってんだ。さっき思いっきり粉からなんかスープなんかお湯入れて作ってた。これうまいんだよね。いやありがとうございます。はい、もういっちゃいましょう。ウィニングパレード森崎君がお送りしました FM 横浜 84.7 ウィニングパレード、まずはですねプレゼントの当選者を発表したいと思います。マイリー・サイラスのエンドレスサマーバケーションのトランプ2名様ですね。ラジオネームメリー、ラジオネームメリーさんです。英語でね MARRY メリー、メリーさんです。そしてラジオネーム黒猫、黒猫さんです。おめでとうございます。イエイエイ。ということで今日ねたくさんメッセージ皆さんくれたので、ちょっとあその前に1個だけこれだけ言っちゃおう。2023年5月6日、21時半から23時半、中川明憲ライブミュージックスタジオ、出演させていただきます。多分明日ちゃんとねあの0時超えたらあのちゃんと情報解禁されますが、ぜひぜひ皆さん今日それの収録行ってきたんですよ。すごいねいい感じの収録になったんで、ぜひぜひ皆さん見てください。日テレプラスで見れます。よろしくお願いします。 Alright、 それではちょっとね今日ちょっとできる限りこうちょっと皆さんの名前をこううちのスタッフさんがまとめてくれました。ちょっと皆さんのちょっとクルーの名前呼んでいきますよ。はい、リー、ゆきちゃん、イズリン、アンバター、鶴宮幸子、あや、まい、ぷーちゃん、あいり、ゆーウィン、ようこちゃん、かしゅかしちゃん、あやくまちゃん、ちゃみ、しまえなが、みなも、はるな、けいこ、ウルトラマン、りかこ、とみえ、えむちゃん、ひー、まいまいまいき、りゅうた、ひこっち、とっき、みみみわ、いくえ、きり、もよこ、ちあき、じゅんこ、なのは、ちょこまる、ぷりまま、かりん、ななつぼし、ようちゃん、しゅな、ふわゆう、ゆかちん、まりっぺ、とんちゃん、みみ、あおいちゃん、しょう、むぎちゃん、めり、より、あらやだ奥さん。あらやだ奥さん、みかちゅう、ゆっぴ、まめこ、花くん、カンナ、チャッチャラチャーちゃん、キヨちゃん、オグマン、ナベ、クマーケ、クミ、あ、クミちゃん、キコ、クロネコ、マミーママ、マーニー、マーニー、リカ、ライム、エッちゃん、マーニーと、リカ、あれ、マー、マーシー、マー、マーニー、これマーニーだね。リカ、ライム、エッちゃん、ヒヨミ、ユカチン、ユキババ、ユキプー、ユカチン、小ユリ、青猫、サリー、トンちゃん、埼玉の桜子、ヒロミ、アイテム、レイジー、マリッペ、コハル、アンヌ、ヒカリ、あ、ミツ、ミツエ、マサコ、ウッディ、ハルル、エモッチ、モモ、ジュンジュン、フルーツマックス、サオリ、クーニャ、ユリカ、トモ、マダム、マダムレバ、四つ葉のジュンコ、コテツ、ミッキー、モンベ、ナルナル、レイマンマ、より、あ、シャケよりツナマヨ、平塚の、タッ、いや、平塚のタッツ、
リサのお父さん、はい、皆さんありがとうございます。たくさんね送ってくれて、いやありがとうございますね。たくさん来たね本当に。いやこれでねもうラジオ最後になるわけなんですけれども、本当に本当にまあウィニングパレードは約2年だったんですけれども、 FM 横浜で言ったら僕は8年間ね、EK レディオから加算すると、8年間やらせていただきました。本当にありがとうございました。何よりね、まあ、今日もそうなんですけれども、やっぱりこう支えてくださる、そして聞いてね、毎週コメントとかもたくさん、いろんなプレゼントとかもこう送ってくれる、クルーの皆さんが、まあ、リスナーの皆さんがいて、そして、何よりもですね、これもうこのスタジオブースの外をね、もう写真撮って送ってあげたい。やっぱりこの番組どれだけのスタッフの皆さんが関わってるのか、もうこの時間にこう皆さん最終回ということで集まってくださって、たくさんの方々にこう支えられてこの番組ができてるんだなってのを本当に改めて、感じました。本当に皆さん約8年間、まあ、間ちょっと抜けちゃったりした時もありましたけど、約8年間 FM 横浜で本当に大変お世話になりました。この恩はですね、いつか恩返しできるように僕は日々精進してまいりますので、これからもぜひ、森崎くんを応援してください。そしてクルーの皆さん、そして、ウィニングパレードの、リスナーの皆さん、これからもですね、FM 横浜応援していただいて、そして、私森崎くんのことも、引き続き応援していただけたらなと思います。最後になりましたが、本当に本当にありがとうございました。 FM 横浜 84.7 ウィニングパレード、お相手は森崎ウィンでした。最後の曲は僕の新曲 Perfect Weekend でお別れです。今日も一日お疲れ様、ゆっくり休んでね、おやすみ。